こんにちは、スリーです。今回はあなたにとってテニスをする理由は何ですかの記事について話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。先日勉強会に参加してきたのですが、学生の頃はそんなに勉強が好きでありませんでした。きっと今から学生に戻ってもそんなに勉強はしないと思います。でもテニスに関わることなら貪欲に学ぶ姿勢である自分に驚いています。学生の頃は将来のために勉強しましょうという理由で勉強を促されていました。だけど私はいまいち明確に見えない将来のために全力を注ぐことができなかったのかもしれません。しかし今はテニスコーチという仕事に就いているので生徒さんから質問される可能性があります。またたくさんの方に喜んでもらうためにはレッスン内容の幅を広げる必要もあります。このように具体的に勉強する理由があるので積極的に学ぶ姿勢でいられます。そう考えると、学生の頃に具体的な学ぶ理由が自分の中にあれば勉強好きになっていたのかもしれません。だから、レッスンでは生徒さんに具体的にテニスをする理由を感じてもらえるように心がけています。例えば、初めてテニスをされる初心者クラスでは、テニスクールに来るのが楽しいという部分にフォーカスしてレッスンを進めています。当然、技術向上も大切ですが、それ以上にみんなで一緒に喋って盛り上がることを私自身の目標にしています。最初の頃はあまり打てないから、周りに気を使ったり、テニスクールに来ると緊張されている方もいます。しかし、ある程度クラス内で仲良くなってしまえば、喋ることが楽しいし、ミスしても笑顔でいられます。私が受け持っている初心者クラスの方はいつの間にか生徒さん同士でメールを交換して、一緒に振り返りレッスンを受ける仲になっていました。コーチとしては、最初の頃は緊張してあまり会話がなかったクラスで、そういう変化が起きると上達されるのと同じくらい嬉しい気持ちになります。それに本当は振り返りを取らなかったかもしれない人も、そうやってみんなで受講することによってレッスンに参加する回数が増えれば、おのずとボール数が増えてくるので上達されますよね。初めの頃はやはり多くボールを打つことが大切なので、テニスコートに立つ回数を増やすことが重要です。こんな感じで私も学生の頃、机に向かう回数が増えるくらい勉強に取り組むことができ楽しかったらと言い訳を作っています。ちなみに4歳からキッズクラスをも担当していますが、4歳からのキッズクラスも担当していますが、このクラスはもはや面白いコーチに会いに来てもらうためのレッスンになっています。キッズクラスでは歌いながら変な顔をしてボール出しをしています。その中でテニスにも触れ、だんだんプレーすることの楽しさに気づいていくジュニアたちの変化を見るのはコーチの喜びのような気がします。なので、テニス講師という仕事はなかなか難しいですが、すごくやりがいがあります。ルールブックを愛読書にして私を見て奥さんを引いていますけどね。まあ、要するに、ただテニスをね、これはまあ、いろんなレベルのね、よっても変わると思うんですけど、ただテニスをするのではなく、その奥にある、その人がテニスをする理由っていうのが強くなればなるほど、まあ、取り組む姿勢っていうのもね、まあ、強くなるんですね。で、それは本当に初心者の人とか中級クラス、上級クラス、ジュニアでもね、キッズとかね、あと小学生とか中学生、高校生とかによって変わるんですよね。だからその人その人によって、そのテニスする理由っていうのは全然違うので、まあ、あなた自身も、なんかちょっとテニスが面白くないなとか思った時に、ね、その根底、自分はなんでテニスしてるんだっていう理由をね、振り返ってみると、あ、自分はもっと、ね、一つの趣味として楽しくするためにやってたんだとか、まあ、健康のためにしてるんだとか、なんか自分のね、刺激が欲しいとかね、まあ、いろいろあると思うんですね。そこに帰ってみると、ね、なんか大事なものが見えてきて、で、そこに集中することによって改めて引き締まって、テニスに取り組めると思いますので、まあ、今一度あなたにとってのテニスの理由っていうのもね、見直してみて、で、またね、テニスコートに立ってみてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。